うなぎ目は、甲骨魚類の分類群の一つ。三阿目十五か百四十一族で構成され、うなぎアナゴハモウミヘビウツボなど七百九十一種が、記載される。八つ目うなぎヌタウナギ電気キウナギタウナギトゲウナギなどは、名前に、うなぎを含むがうなぎ目の生物ではなく、内ちつめうなぎヌタウナギは、円口綱八つ目うなぎめ及び、無学上綱ヌタウナギズナヌタウナギめに分類されるため、 抗議の魚類ではあるが、競技の魚類ではない。電気うなぎは、電気ウなギ目、タウナギと、トゲウナギはタウナギ目に属する。また、風船うなぎ目はうなぎ目とは異なる。禁煙のグループと考えられていたが、1990年代以降のミトコンドリア DNA 解析に基づく、研究によれば、うなぎ目内部に分岐しうなぎ化に禁煙である、可能性が示唆されている。 ウナギアンギラジャポニカ。ウナギ科の仲間は、海と河川を往復する、高賀海遊を行うことで知られるウナギ目の魚類は、熱帯、温帯を中心とした、世界中の海域に分布する。所属するほとんどの種類は、海水魚で、淡水、寄水域への海遊で知られるウナギ科の仲間も、産卵は、海で行う。ウツボ科など、沿岸の珊瑚礁、岩礁域に生息する種類から、 シギウナギか、フサアナゴカホラアナゴカなどの深海魚まで、幅広い生息範囲を持つグループである。生涯を河川で暮らす、完全な淡水産種が少なくとも6種知られている。ウナギ目の魚類の多くは、夜行性で、昼は物陰に潜むか、水底の砂泥に潜り込んでいる。夜になると、細長い体をくねらせて泳ぎ、餌を探す。 チンアナゴなど砂底から離れずプランクトンを待ち伏せするタイプの種類もいるが多くは肉食性で他の魚類、甲殻類、貝類、頭足類などを捕食する。ウツボか、ウミヘビか、ハモカの仲間は獲物を捕らえるために有効な大きな口と鋭い歯を発達させており不用意に扱えば人間でも噛みつかれ負傷することがある。本命の魚類は一般に小玉ごたさんで 冬卵を産卵する。天然のうなぎ加魚類の卵は2009年に西マリアナ海嶺で採取されるまで見つかっていなかった。卵から孵化した稚魚はレプトケファルスと呼ばれ半透明でこの葉のように平たい形をした独特な妖精器を経て成長する。これはうなぎ木が属する辛いイワシの魚類に共通する特徴である。 本目のレプトケファルスはおひれが小さく、丸みを帯び、背びれ、尻びれと連続している点が特徴となっている。レプトケファルスと生魚の形態はそれぞれ独立に進化したと考えられており、親子の対応関係が不明な種類が依然として存在している。うなぎ目のレプトケファルス妖精は、漂泳生活を送りながら成長し、二十センチメートル未満で変態を行って、 生魚とほぼ同じ形態の稚魚となる。この変態の過程において一般に体調は短縮する。生魚の体は細長い円筒型で、いわゆるうなぎ型をしている。鱗を持たない種類が多く存在する場合は厚い皮膚にうずもれている。エラの開口部は狭く、エラ歯を持たない。細球は神経図外から有利し後方に移動する。 浮き袋を持ち、欄干を描く。ヒレはすべて軟情で構成され、トゲ状は発達しない。すべての種類が腹びれとそれを支える骨格を持たず、ウツボカの仲間では胸びれも描いている。胸びれは体側面の中央より背中側に位置しており、支える骨格は頭蓋骨と接続していない。 背びれと尻びれの規定は著しく長く、おひれと繋がって一つのひれのようになっている。ただし、海へびれでは、おひれの先端が切れ、肉質部分が突き出た種類もいる。顎は葉を備えた、朱上顎骨によって縁取られ、前上顎骨、すき骨、古い骨は融合し、単一の骨となっている。接続骨、肩骨は融合する。マザイ骨、眼下長径骨。 中央骨、後ろ側頭骨、後菌骨、前手上膜骨を書き、エラ上骨は6から49個。うなぎ目には、ネルソンの体型において、うなぎア目、ウツボア目、アナゴア目の3ア目の下、15か141属791種が認められている。うなぎア目アングウィロイディは3か5属29種で構成される。前頭骨は分割されている。 うなぎかアメリカうなぎアンギラロストロタうなぎかアングウィリデイは一族15種を含むうなぎヨーロッパうなぎアメリカうなぎ大うなぎニューギニアうなぎなどが所属する河川や川口域で生活した後に海で産卵する高河性の魚類が多く世界の熱帯温帯域に分布する成熟し産卵期が訪れると餌を取るのをやめ海に降りて特定の産卵場に向かう 孵化した、レプトケファルス妖精は、沿岸域で変態し、シラスウナギとなって河川に遡上する。皮膚に埋没した微小な鱗を持つ。エラの開口部は、三日月型。頭部と体側面に、完全な側線を持ち、胸びれはよく発達している。ザトウウナギかザトウウナギかヘタニャカライデイワニズオクハッシュから、なる。頭部太平洋と大西洋に分布する、海水魚。 鱗と胸びれを持たず、側線は、耐火的である。エラの開口部は、体側面の低い位置にある。穴を掘って、砂嶺中に潜る性質がある。針金海蛇か飛び、針金海蛇、モーリングはジョバニーか。本家魚類は細長い体と皮膚に渦漏れた、小さな目が特徴で、砂嶺中での生活に適応している。針金海蛇かモーリング以外には二属六種が、記載される。 世界中の熱帯海域に分布し、少数の炭水産種も含まれる。体は極端に細長く、背びれ、尻びれの丈は短い。鱗はなく、胸びれは非常に小さい。エラの開口部の位置は低い。目は小さく、皮膚に渦漏れている。これらの独特な形態学的特徴は、彼らが行う査定中での潜伏生活への適応と考えられている。 ウツボアモクムライノイデイは酸化24属207種からなる。前頭骨は分割されている。細球と側線の著しい体化、鱗を描くことが、本アモクに共通する特徴である。イワアナゴ科イワアナゴカチャラプサイデイは8属18種を含む。三体用の熱帯、亜熱帯海域に広く分布する。エラの開口部は円形で非常に小さい。 側線は頭部に昇降として存在し、体部にはない。胸びれは、普通あるが、一部に各種類もいる。ヒレウツボかヒレウツボかマイロコングリディワ一族四種から、なる。頭部大西洋から、太平洋にかけて分布する。エラの開口部は小さいが、岩穴ゴかほどではない。胸びれを持つ。ウツボかウツボかの一種。特徴的な反紋と白色の高光から、 花びらウツボジムナトールックスメリアグリスの可能性が、あるクモウツボイキドナネビューローザ。性的不たなりを示す種類であり、休止状の歯しか持たないメスに対して、オスは、剣士も持つゼブラウツボジムノムイリーナゼブラ。白色の横島が、名前の由来毒ウツボジムナトールックスジョベネカス。シガテラ毒を持つ種類だが、食用として利用されることもある。 ウツボカか村イ二代ワニにカ十五族185種で構成される。世界の熱帯、温帯海域に広く分布し、少数の炭水産種を含む、長い牙状の葉を持つ種類が多い。噛まれて怪我をする危険があるほか、ウツボ族の一部はシガテラ毒を有する場合があり、注意を要する海生動物の一群である。エラは耐価的で、開口部は非常に小さい。 側線は頭部にのみある。胸びれはなく、稚魚の段階でも、顕著に退縮している。全鼻孔は糞にあり、感情に突き出ていることが特徴。後鼻孔は、目のすぐ前に位置し、虎ウツボでは、全鼻孔と同様に感情となっている。アナゴア目カングロイディは9か112属555種で、構成される。全頭骨が融合していることが、うなぎア目。 ウツボアモクと異なる最大の特徴である。ホラアナゴかホラアナゴかシナフォーブランキーデイは3赤10属32種で構成される。エラの開口部は体側面の下部にあり、胸びれの位置よりも低い。幼魚は感情の目を持つ。コンゴアナゴホラアナゴなど深海魚が多く所属する。ウミヘビか、模様もん柄同士ミリクシースマキアロッサス。黒い斑紋は成長とともに、 数と大きさが増大する、ウミヘビカオフィックサディはア赤52属290種で構成される。熱帯、温帯の沿岸域から外洋にかけて分布する。ゴビコウが上唇の側に位置する。エラを構成するエラ上骨の数が非常に多く、互いに重なり合う特徴的な構造を持つ。胸びれを持つ種類と持たない種類がいる。尾ひれの形態によってにカに分けられている。 なお、爬虫類にも海蛇科が存在する。フサアナゴかフサアナゴかコロウカングリデイは一族五種からなる。バケフサアナゴなどの深海魚が所属する。ややふと短い体型をしており、糞は丸みを帯びている。胸びれは発達しており、完全な側線を持つ。ヘラアナゴかヘラアナゴかディリクシーイデイは二族三種を含む。いずれも中不可層から全身層を遊泳する。 深海魚である。背びれの騎士部は胸びれよりも後ろにある。ハモカハモカミューリーネッササイデイ2はハモスズハモなど4、属ハッシュが所属する。大きな口に強い剣士を備える。背びれの騎士部は胸びれ規定の直上か、少し前にある。シギウナギかシギウナギネミクシーススコラッパスズ。暖かい海の深海に広く分布する。 シギウナギかネミクシーイデーには三族九種が記載される。シギウナギなど外洋遊泳性の深海魚が多い。体は極端に細長く、両角は細く突き出ている。背びれ、尻びれは尾ひれと連続する。大きな目と完全な側線を持つ。肛門は胸びれの真下かすぐ後ろにある。オスは生成塾の過程で大幅な形態変化を伴う。 変態を行う。アナゴ科チンアナゴヘターオコンガー発シ水流の速い砂地に先行し、流れてくるプランクトンを捕食する、キリアナゴコンガーシニリアス。サンゴ礁など、浅い海に住む種類アナゴ科カングリデイは3赤32属160種で構成される。世界中の熱帯、温帯海域に分布する。側線は完全で、ほとんどの種類は胸びれを持つ。 クズアナゴ科キセルクズアナゴベナフィカテンタキアラタ。水深1854メートルにて撮影。写真右下が頭部で、リブは損なわれているクズアナゴ科ネタストオマタイデイは、深海性の魚類のみ6属38種を含む。体は細長く、糞も突き出ている。生魚は、普通胸びれをかく。ノコバウナギかノコバウナギかスリボメリデイは2属10種から、なる。 顎は極端に細長く伸び、歯が複数列にわたって並ぶ。背びれ騎士部の位置によって二族に分けられ、いずれも中層を遊泳する深海魚である。ありがとうございます。